ンポン。ああ、状況が飲み込めない。何を言ってるんですか。青春の1ページ、自転車の2人乗りですよ。2倍に背中を預ける2人乗りなんかねえよ。てか2人ってあと1人は誰やねん。はい、何を言ってるんですか。そんなのここにいる同級生が誰もいないんですが。お前、ちょくちょく心霊現象に襲われるな。青春がしたい。すれば、手伝って。手伝ってどうにかなる問題なのでしょうか。まあええわ。具体的に何すんねん。そうだ、告白なんか青春っぽくないですか。あ、せやな。じゃあ、先生が告白するんで、受けをお願いしてもいいですか。言い方。じゃあ行きます。はい、あかりちゃん。なんや、実は前から私、思ってたけど言えないことがあって。なんやねん。あのね、ちょっと恥ずかしいんだけど、早せえや。告白がしついてるよ。なんの告白しとんねん。嫌だって言っとかないと恥ずかしいでしょ。あ、うちがめっちゃ恥ずかしいわ。早えや。てかなんで頭にフラシついとんねん。もちろん。うわ、たし。しまくぞ。やるならちゃんとやれや。じゃあちゃんとやります。はい、あかりちゃん。あかりちゃんのその豊満な胸が好きです。下心を少しは隠せやボケなす。しゃあない、しゃあない。やかましいわ。マジでちゃんとやれや。オッケー。あかりちゃん。はい。私、あかりちゃんの天使のようなその笑顔が大好きです。私と付き合ってください。あら、その顔やめろ。